皆さんこんにちは、ふんふん、と申します。この動画は、マギアレコード、ベレネルフラメル、のガチャ結果動画となります。すでにドッペル動画などをご覧になった、視聴者の方は、キャラを、入手済みであることは、ご存知かと思います。なので果たして何連目で引くことができたのかを、予想してみてください。今回もステップアップガチャが、開催されていますね。今後、ずっとこれなんですかね？全部優勝のジュエルを、使用するので、ステップ全部回そうとすると、必ず1万円は使わされてしまう。恐ろしいシステムです。でも、何だかんだで、ステップアップガチャがあると、つい、引いてしまいます。とりあえず前置き箱のくらいにして、引いていきたいと思います。まずは、ステップ1から。あなたの因果に起きた異変。深く。探らせてもらうわ。セリフとボイスが修正されて、一致してますね。いきなりピックアップのメモリアが、当たりました。メモリアを引きやすい時は、キャラが当たりにくいジンクスが、まあ、ステップ5までは、何も来ないと思うのでどんどん行きます。続いて、ステップ2を引きます。あなたの、はい。続いてステップ3を、引きます。あなたの因果に起きたい。続いてステップ4を引きます。優勝ジュエルを使っているのに、ドブに捨てている気分になりますね。ステップ5を引きます。あなたの因果に起きた異変。まあ、普通にすり抜けましたね。優勝単発、と、チケットを使って40連分引いてみます。見事に何も当たりませんでした。続いて、10連ずつ引いていきます。あなたの因果に因果に因果
あなたの因果に起き、あなたの因果に起きた、ここでまたすり抜けるなんて、気を取り直して聞いていきます。お、ロードが入りました。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。フランスは一人の女によって滅び、一人の少女によって救われる。とある賢者の予言です。私はペレネル。その真偽を見届けに来た者。無事に150連目で引くことができました。続いて、キャラクターの基本情報を確認してみます。終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いします。